皆様こんにちは、基本情報牛舎の学習ガイダンスですね、始めていきたいと思います。担当はレクセニコシの黒川です。この基本情報牛舎試験っていうもの自体が、まあ、どんな試験なのかっていうのを、まあ、それはまあご存知の方も多いと思いますので、いかにそれをスムーズに突破するかなんですよね。そこについての話をちょっとなるべく手厚めに。で、まあ、こういったカリキュラムとか、まあ、ご提供がありますよっていう話ちょっとしていきたいなというふうに思っております。で、私なんですけども、IT 業界に結構長らくいまして、サラリーマンで5年間。で、その後に十数年独立起業してですね、実際にこう IT 企業向けに IT コンサルって形で、まあ、いろいろとですね、まあ、サービスを提供してきてると。プログラム作ったりとか、そういうこともやりますし、で、まあ、本当のこう、まあ、技術の部分まで含めてですね、やってきてると。で、IT 関係の資格ですね。この、まあ、中小企業診断士も IT 分野ありますんで、中小企業診断士だとか、まあ、情報処理ですね、の分野とか、まあ、そここの、まあ、講師業としても、まあ、10年以上ですね、やってますんで、まあ、その経験を踏まえた上で皆さんにいろんなことをお伝えしていきたいなというふうに思います。で、じゃあ、まずですね、最初に、この基本情報技術者試験ってどんな資格なのかという話ですね、そこをしていきたいと思います。で、この基本情報技術者試験っていうのが、IT パスポート試験の、まあ、ちょっと一個上の上位にあるという形なんですけども、IT パスポート試験が IT 社会への導入ステップになるようなベースの知識をやる資格試験。だとすると、この基本情報技術者試験っていうのは IT 業界なんですよね。その IT の専門家、専門的なことをやる会社、そこのベースとなる知識の部分をやりますっていうイメージですね。よりちょっとやっぱ突っ込んだ専門的な知識が増えてくるというところですね。で、合格率 25% なんですね。で、ちょっとやや低いかなっていう感じですね。そんなに優しくないですと。で、受ける方は結構若いんですよね。で、若くて、イメージ的には IT 業界に入って1年目、2年目、3年目みたいな方が受けるケースがすごく多いんですね。そこがボリュームゾーンなんです。で、その領域的にはストラテジー、マネジメント、テクノロジーのこの3分野構成ですね。で、まあテクノロジーの部分も IT パスポート試験と比較するとちょっとやっぱ手厚いですね。手厚めになりますし、やや細かいところまで出てきますと。で、マネジメントももちろんプロジェクト体制でやっぱりこう進めていくっていう場合が多いので、プロジェクトマネジメント。で、その実際に運用する中でのサービスマネジメント。で、プラスストラテジーですね。ストラテジー分野はやっぱりこう IT を活用するこの社会そのものですね。どういう社会なのか、どういうことを狙って、で、会社がどういう戦略でそれをこの IT を活用しようとしてるのかとかやっていきますので、ストラテジー分野も外せないですよね。ここバランスよく点数取るっていうのは大事なんですよね。で、取って意味ありますっていうところなんですね。で、ここも最大の疑問で、結構やっぱりまあ受かってる人も多い、取ってる人も多い、確かにそうですというのはあるんですけど、ただまあ考えてくださいと。で、今この時代ですよね。今のこの時代をこう見たときに、まさにこう DX っていう言葉がボーンと出てきてると。DX っていうのはデジタルトランスフォーメーションだと。その IT を活用してしっかり便利な社会を作っていこうと。なので、もう第4次産業革命と言われるぐらいのレベル感で、単純なコンピューターではないんですよと。もう時代の変革期にあるんですよね。そんな時に IT 知りませんよ、じゃあ話にならないと。で、1995年段階で、その OS って何ですか、パソコンって何ですか、Windows って何ですか、だとちょっとまずいわけですね。2006年、2007年段階で、iPhone って何ですかと、スマートフォンって何ですかみたいな、そういう状況だとまず、それと同じように今この現代、今のこの時代で DX って何ですかとか、ブロックチェーンって何ですかとか、メタバースって何ですかみたいな感じだと、結構、まずいんですよね。自動運転もあるし、で、いろんなクラウドサービスもあるし、個人のスキルとしてもやっぱり必要ですし、キャリアプランの中でも絶対に IT 知識はもう必要ですと。会社側の目線から見ても IT 人材って結構不足してるんですよね。これは企業としての課題なんですよね。まあ、個人と企業の思いって今ちょうど合致してるんですよね。IT 人材欲しいという企業と IT スキルを身につけたいという個人。なので、そのベースとなる資格っていう部分って何ですか ?IT 業界にちょっと踏み込んだそのベースとなる資格、それがまさに基本情報技術者試験ですと。まあ、業界的にもすごくこう注目はされていて、全ての業界において IT 活用ってもうどんどん進めていきたいと、もう各社がもう頑張ってるんですねっていう段階ですと。もうあらゆる業界、全ての業界によって、必要になってきていますと。具体的に何ありますかねっていうのを一応並べてみましたんで、この中でちょっとなんかこう、これ知らないなっていうのがあったら、ちょっとまずいんですと。で、今後はもしかしたら仮想空間の中で仕事をするっていうのも普通にある。その中で、その仮想空間の中で仕事をしてお金を稼ぐみたいなブロックチェーンという技術を活用すればそれができるんですよね。で、必ずしも銀行っていうものを経由する必要ないという形になってくる。そういう社会が今後、
実際に起きてくるんで、そこを成り立たせてる技術って何なんですかねとか、そういった部分はやっぱりやっていく必要があるんですよね。まあこういうのをしっかりと捉えて、で学習していく資格試験になってくると。でそれだけじゃないんですと、ちゃんと経営学の部分もやるんですよね。経営学の部分もやって、ポーターさんの競争戦略とか、アンゾフの戦略とかですね、そういうのをやっていきますと。でマーケティングもやる、会計もやる、法律もやると、で知的財産権もやるっていう感じなんですよね。なぜこの IT を活用するのか、なぜ目的の部分がはっきり分かるようなんですね。でかつセキュリティですね。で IT を使えば使うほどセキュリティの脅威が生まれてきます。そこに対してどう対応すればいいのか、そういった知識も学習していきますということで、そのセキュリティの部分はやっていきますし、もう本当に世の中のことが分かる、そういった資格試験の作りになってるんですよね。結果的にこの資格試験の学習した内容がそのまま通用するんですよね。まあこれをうまく利用するのがいいと思いますね。でまあやっぱベースの知識なので、でそれを応用情報とか IT の行動試験に、まあどんどん使っていくっていうこともできますし、その中小企業診断士という資格、経営戦略とかそっちの経営学の方に特化するような資格試験の方にも挑戦していけると、資格のステップアップとしてもまあすごく有効なんですよね。でこれはですね、今ちょうどこの令和4年の段階なんですけども、令和4年まではこの、形式で出されまして、午前問題午後問題という形で、午前80問午後は11問の中から5問を選んで受けるというところで、午前は基本的にはその、まあ、選択式の知識問題ですねになりまして、午後はまあ応用的な問題になると、アルゴリズムとか、まあ、セキュリティの部分ありますけども、ちょっとこう文章題になって記号を選ぶみたいな感じではあるんですけども、応用的な論点になっていきます。で、これがですね、ちょっと変わるんです。令和5年以降から変わってきていて、で、まあ、今まで春と秋って形で年に2回の試験だったんですけども、それがまあ随時開催という形になりますし、で、午前問題ももうちょっとコンパクトになります。絞り込まれた問題になって、試験時間も短くなる予定ですね。ちょっとこれはあくまで予定です。で、午後問題も今までこう選択式だったのが、基本的に全て必須問題になりまして、自分の得意なやつで選んで解くっていうのがなくなってくる。今までだとプログラムとかも選んで、その Python なのか Java なのかとか、表計算なのかとか選んで、受ける形だったんですけど、プログラムもなくなる予定なんですね。ただその分疑似言語と言われるプログラム、本当のプログラムではないんですけども、試験の中で使われるこの疑似的な言語という形で、アルゴリズムの考え方は分かってますっていうのを問うような、そんな問題は出ます。基本的なベースはあんまり変わらないですけど、概要がですねちょっと変わってくる部分もあるので、そこはですね随時情報提供はできればなというふうには思ってます。で、対象者なんですけど、誰が受けても大丈夫ですと。で、結構やっぱ若い人が、多いんですと。学生さんにも人気なんで。で、まあ最近だと受ける年齢層が上がってきてるっていうのもあって、若い人だけの資格でもないので、まあどんどんチャレンジしていっていただければなというふうに思います。で、例えばみたいな感じでこんな問題ですね。こんな問題出てて、RPA ですね。RPA ってロボティクス、ロボットですね。ロボットによってプロセスをオートメーションすると。定常的な業務をその自動化するよと。なので、その知識をもとに、じゃあどれかなとかっていう感じでこう選んでいければ、まあ、わかりますよね。なんで、この産業用の工場のロボットの話ではないですね。もっとソフトウェアのロボットですよと。その無人店舗とか電子決済の部分、画像解析とかっていう部分の話ではないと。その倉庫システムとかそういうものでもない、なんかまあなんとなくこのアなのかなとかっていう感じで見れてくれば OK という感じですね。で、あとは合格のつかみ方っていうことでちょっと見ていきたいんですけども、とにかく学習のやり方です。やり方がもう全てです。基本情報技術者試験になってくると結構幅広くなりますんで、その中からいかに出るところに絞り込んで学習するかと、まあ、単純丸暗記はまずやめた方がいいです。で、文章がテキストのまんま出るとは限らないですよね。で、暗記ってもうすぐもう忘れちゃいますし、とにかく理解してればいいと。まあ、基本的には選択肢を選ぶ試験なので判断力なんですよね。必要なのは判断力です。覚えてる、暗記する必要はないんです。判断ができればいい。適切なことを言ってんのか、不適切なことを言ってんのかの判断ができればいいんです。それも午前。で、午後も一緒です。午後も基本的にこう選べればいいんです。なので判断力、やっぱ応用力なんですね。理解してることが大事なんで、とにかく徹底的に理解。イメージで理解すると。で、効率重視ということで、まあ、とにかく出るところ重要で絞り込んで学習してくださいねっていうのもありますし、で、インプットからアウトプットへっていうのは、やっぱとにかく問題演習をたくさんやった方がいいです。
テキストをずっと読んでてもそれだけで問題が解けるようにはなっていかないです。テキストをある程度やったら、ね、問題を演習をやると、徹底的にやると。で、問題を解いていく中でなんでこれが正解なのかなっていうちゃんと考えるってことが大事なんです。それが理解にもつながってくるんですね。それは暗記じゃなく理解の学習にもつながってくるんで、アウトプット重視でやった方がよくて、そのアウトプットの対象はやっぱ過去問がいいですよね。過去問が良くて、で、過去問をうまく使いながらやっていく。実際の本試験問題で出たレベル感でちゃんと判断できるか。そんなに難しい問題出ませんので大丈夫です。あと、過去問やるときにちょっと注意が、その絞り込むっていうのが大事なんで、マニアック論点は避けてください。マニアック論点は無視した方がいいです。で、これは他の年度の他のところで一回も出たことないなとか、テキストに載ってないなとか、もう今現代こんなの使ってないよみたいなやつ。で、それは別にいいですし、皆さんが受ける試験の中にそれが出てくる可能性は低いんですよね。なんでそういうのはもう無視してもらって、よく出るやつを中心にやってください。モチベーションの問題なんですけど、合格後どういう姿になっていきたいのか、何のためにこの資格試験を受けるのかというところをもう今一度ですね、常に振り返りながらやっていただくというところですね。そこが重要ですと。で、まあこれをですね、じゃあ、どういうふうにですね、実現していきますかと。で、ちょっとここを見ていただきたいんですけども、実際のこの、まあレックとしてご提供するカリキュラムが、まあこういった形になってますと。もちろん全分野をカバーします。で、午前と午後ですね、のすべてをカバーしますと。で、一番最初にガイダンスありますけど、合格に対するですね、まあ、学習の仕方とか、こういうふうにやったら合格しやすいですよとかっていう、まあ最初の前段のお話ももちろんしますし、で、各分野ごとに入っていくという形です。で、もちろんその全ての分野においては合格に必要な部分だけに絞り込んでますんで、なのでうまくコンパクトにまとまってるというふうに思っていただいても大丈夫です。合格に必要な部分にちゃんと特化しているんで、信じてもらって、で、そこをやっていただければ基本的にまあ最短で効率よく学習はできるようには作ってますんで、取り上げる内容がまさに重要論点なんだと。で、その中でもまずストラテジー分野はまあ私ですね、が担当させてもらって、私も中小企業診断士でもありますし、このストラテジー、経営戦略とか会計分野とか法律分野かなり特化してますん で実務混じりのね、こういうところで使ってるんですよみたいなお話もできるかなと。で、マネジメントもそうなんですよね。で、まあ実際に IT プロジェクトも結構まあ私も、ね、長らくですね携わってますし、で、そういったところで使われている実際のマネジメントの部分とか試験傾向は熟知してますんで、この分析した結果でお伝えしてきますんで、ここは出ないです、出ないとか出ないって言いますんで、ここはやんなくていいですと。で、ここは必ずやってくださいという感じでお伝えしていきます。で、テクノロジーに関してはまずここですね。で、山内講師ですね、この大学でも学生さん向けにですね、かなり分かりやすい講義ですね、展開されていると。この数学的なところですね、ちょっと文系なんですとか、そういう方だとちょっとここはなんか入りにくいなっていう風にちょっとそこを敬遠している方もまあ多いと思うんですよね。なんですけど、そこをスムーズにですね、突破するために専門家をお呼びしてますんで、で、そこはご安心いただければと思いますと。で、プラス、その他ですね、その他テクノロジーの部分も、実際に出る分野に絞り込んでやっていきますんで、こっからの出題って多いんですよね。その出題の多いところで頻度の高い問題、そこを、まあ、ちゃんとですね、しっかりやると。で、あとは午後ですよね。午後試験。で、午後どうすんだと。で、午後はもう問題中心です。もう基本応用力なんです。知識は午前の部分で、すべての知識はご提供されているので、午後ってのはその知識をいかに活かせるかどうかなんです。そこが午後にかかってるんで、その知識の活かし方っていうので、より実践的な問題演習形式でやっていくと。慣れと考え方なんですね。コツがあるんで、そのコツの部分をつかめば、午後試験もそんなにこれやばいな、みたいな感じにはならなくて済むんですよね。実践形式でやってきますんで、バッチリここで仕上げていただければなというふうに思います。で、ちなみにテキストはこの FOM ですね。富士通 FOM のテキストを使っていきますんで、かなりしっかりと解説されてるんですね。復習するときも、やっぱりこう、解説が充実してるので、まあ、すごくやりやすいと思いますと。我々、まあ、予備校の教え方なので、まあ、合格に特化した教え方をしますので、まあ、その FOM の中に書かれてるけど、ここは別にやらなくていいですみたいな、お伝えの仕方するんですけど、もう、心配ですとか、時間に余裕があるんですって方は、このテキストに結構いろいろと、結構幅広く載ってるんですよね。載ってるので、興味ある方はいろいろ見ていただいてもいいのかなと。
で、まあ最後になんですけども、ね、IT 業界の導入というところで、やっぱこう価値のある資格だなというのは、まあお分かりいただけたかなと思いますので、まあそこをですね、やっぱり合格のためのモチベーションに、受ける方はモチベーションにしていただいて、やっぱこの資格を持ってる、ね、学習した内容そのものがちゃんと活かせるんだっていうことですね。まあ確実にこの IT 社会っていうのがもうどんどん進んでいきますと。この時代の流れ波にですね、飲まれないように、チャンスに変えてっていただくという形にぜひしていっていただきたいなというところで、そのためにまずこの第一ステップのこの基本情報技術者試験、まずは受かるというのが大事なんですね。受からない限り証明できないですよね。なので受かるところに入る必要がありますと。で、なのでその受かるためにはもう勉強の仕方なんです、やり方なんです。この資格に合わせた学習方法をやってれば受かるんです、大丈夫なん でしっかりですね、そこの学習方法をまあ踏まえた上でですね、ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。学習しようかなというふうに思っている方はぜひ頑張っていただければなというふうに思います。では以上になります。どうもありがとうございました。